ニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんなクラクサ。はい、もう宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様に。お、え、本当か。ええ、子供の頃の話よ。私は病気になって、パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころか、アーカー社から知識を得、子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、その時頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰、どうして私の名前を。どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。ああ、本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私、どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ？子供は皆、願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて。叶えてあげられるかも。じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは今の力じゃ、まだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらにその後、ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、でも私は知ってる。あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。え、絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書き、その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっとその恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのや。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハールカデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうや。聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに、でも教練員の影響でみんなは、スメールにはマハールッカデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカデバータ様が本。ひどいぞ。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカデバータ様よ。だけど、あの、周りに他のお客